コバニ包囲戦は2014年9月16日に過激派組織イズによりシリア北部で起こされた戦闘である。トルコ国境に接するクルド人の拠点都市コバニを支配下に置くことを目的として起こされた。10月2日にイズは350のクルド人の町を支配下に入れた。約20万人のクルド人が移動を余儀なくされ大部分はトルコへ越境した。 2015年1月26日、伊豆を迎撃していたクルド人民兵組織のクルド人民防衛隊が街の防衛に成功。アメリカ中央軍もクルド人部隊が街をほぼ掌握したと発表した。コバニをめぐる攻防は当時シリア内戦で最も注目される戦いだった。シリア北部には国民の1割に当たる200万前後のクルド人が多数暮らす。しかし、 クルド人は民族主義的な独立志向が強く、アラブ人のハーフィズ・アル・アサドとバッシャール・アル・アサドの、率いるバースト政権から警戒され、弾圧されてきた。2011年、チュニジアから発生したアラブの春がシリアに波及すると、クルド人居住地からアサド政権軍が撤退し、代わってクルド政党の民主統一党と、その防衛組織、人民防衛隊が実質的な統治を始めた。 PYD は、クルディスタン労働者等の影響下にある組織である。冷戦下の1970年代に登場した PKK は当初は、マルクスレーニン主義を掲げていた。そのため、PKK は過激なイスラム組織と対立していた。一方、アサド政権の勢力が及ばない、他の地域では、イスラム教スンニ派の過激派組織イズンが台頭する。イズは、 PYD を PKK の出先組織と規定し、PKK、PYD の無神論廃教者集団どもを根絶やしにすると敵意をむき出しにしてきた。また、クルディスタン民主党、クルディスタン愛国同盟などイラクの主要、クルート政党は、イラク戦争以降、アメリカ軍に協力、連携を強めてきた。イラクでも活動しているイズはこのことをもって、クルート勢力をキリスト教国である。 欧米諸国の十字軍連合の手先と予備的視している。内戦でシリアが混乱に陥ると国外脱出などでシリアの人口は大きく減少した。ユープグが守りを固めてきたものの周囲はイズによって包囲され住民はどこへも逃げられない状況が続いていた。小場にはシリア北部アレッポ県ユーフラテス川が流れる一帯に位置する。アラビア語名の愛あるアラブは アラブの泉を意味する。かつてはアッシリア帝国の勢力圏にあった。オスマン帝国時代にドイツの鉄道会社がベルリンとバグダッドを結ぶ鉄路を敷設に来たことからカンパニーの街と呼ばれ、それが崩れてコバニと呼ばれるようになったとされる。住民のほとんどはクルド人で他にアラブ人、トルコ系住民、アルメニア人などが暮らしてきた。戦闘前、 小バにに暮らす住民は約4万5千人、周辺地域を含めても人口7から8万ほどの小さな町。当初は内戦の影響が他の町より深刻でなかったため地方から避難民が流入し一時人口は倍近くに増加した。シリア国内の他のクルド地域とは離れている。北に伸びるトルコとの国境線はトルコ側の鉄条網が張り巡らされていて、 容易に国境を越えることはできない。戦闘中の街の様子は、トルコ側の丘の上からテレビカメラで捉えられていた。イズ・イスラム共寸に派の過激派集団である、イラクとシリアの広範囲を支配し、指導者のバグダディをカリフとし、住民への過酷な支配で知られ、イズは制圧したクルド人居住地で、村に押し入って一から二人の首を切断し、村人に見せつけているなど、 住民を年齢問わず処刑し、霊属を強いていたという。また、女性愛教徒に対して、非常に攻撃的である。伊豆構成員に多くの少年兵が含まれているとも指摘された。構成員の民族構成は多様で、中には、クルド人もいた。コバニ出身で PYD の指導者の一人、サリフムスリム。クルド民主統一党クルド人によって構成される、シリアの政党。 住民の大半がクルド人で占められるシリア北部の山地方に裁判所、刑務所、警察署などを設置して事実上統治している。これらの地域からはアラブの春、シリア騒乱によって2012年に政府軍が撤退していた。2014年1月、PYD とその連合政党はクルド人居住地の山地方に暫定政権を打ち立て、 行政機関を整え、新憲法も導入している。PYD の下部組織として、治安維持を担当する人民防衛隊を要している。イスラム勢力との対決を女性解放闘争とも位置づけており、共産主義的影響も垣間見える。そのこともあって、同部隊には女性が3割程度いるとされている。また地元のクルド人だけでなく、アラブ人やトルコのクルド人の志願兵もおり、 多様な構成となっている。一方で、少年兵がいるという指摘もある。長年、アメリカ EU 諸国は、PYD の母体組織クルディスタン労働者党を、テロ組織としてきたが、タイイズ戦では連携する動きも見せた。2014年9月からは、アメリカ空軍が空爆によって、ユープグを援護した。同年11月からは、イラク共和国クルディスタン地域のクルド人民兵組織、 ペシメルガもトルコを経由してユープグに加勢した。方位下のコバニ、コバニのイズ拠点の空爆2014年7月、イズはコバニとその周辺のクルド人居住地域へ進撃を開始した。強力なイズに対して武器の乏しいユープグが対抗する。しかし、イズはまず町の西部の集落を占領し、9月までには周辺の300の集落と、 市街地の半分も掌握した。伊豆侵攻に伴い、数万の避難民が、街道沿いに自動車を乗り捨てて、トルコ国境に押し寄せた。9月16日、ついに伊豆の軍勢が小場に市街地に侵入し、小場に包囲戦が始まる。それから19日までの3日間で、伊豆は過去約60カ所にある村落を新たに支配下に置いたと報道された。 さらにイズは19日だけで39の村落を制圧し、クルド人の武装組織が陣地から撤収したとした。トルコ政府はコバニなどから避難してくるクルド人住民の急増を受け、国境を解放した。9月21日までにイズはコバニ周辺の村を制圧した。この時点でトルコに越境したクルド人避難民の数は10万人を超えた可能性がある。 9月23日、伊豆侵攻を阻止するため、アメリカ軍が伊豆拠点の空爆を開始した。コバニとその周辺地域には、連日6回程度の空爆が行われた。コバニへの空爆は、戦略爆撃機である B-1 が投入され、連日大量の爆弾が投下された。10月6日、伊豆兵士、約2000人が侵入し東部と南部でユ p プグと衝突、ユ p プグは、 陥落しているか、陥落寸前だと言われるほど、危機的状況に追い詰められた。一方で PYD によると、イズへの空爆によって、2日前に比べて良くなっている、とも伝えられた。10月10日、イズは、ユープグ司令部を制圧しコバニの4割を掌握したと報道された。戦線は、トルコとシリアの国境からわずか1300メートルにまで近づき、陥落が現実味を帯びた。 なお、この時点で、約1万2000人の住民が残っており、小場に陥落によって、彼らが虐殺されることが危惧された。10月11日未明、伊豆は小場に中心部に向けて、攻勢をかけた。主に小場に南部とユープグの旧司令部近くで、約1時間半にわたる、激しい戦闘が行われたが、ユープグに進撃を阻止されて交代した。 ユープグは少人数のグループに分かれて街を包囲しているイズを戦線の各所で襲撃したという。この時点でコバニはトルコ国境の狭い一箇所を除きイズに四方を包囲された。当時エルドアンは国内のクルド人に融和的だったがコバニを救うのには消極的だったコバニの苦境を受け関係者から各国に向けて支援要請が行われた。10月11日には 国連事務総長反気分の意向を受け、シリア内戦の和平を仲介する国連大使スタファンデミストラは、トルコに対し、あらゆる手段を使って、有志国による抑止行動を自国領土から支援してほしいと述べ、紛争に対して、通常は中立の立場を取る国連の代表としては、異例の呼びかけを行った。トルコの大統領エルドアンは、 国内の反体制派 PKK の影響下にある PYD を警戒しており、伊豆と同じとまで発言していた。そのためコバニを守るクルート勢力への支援にも消極的だった。10月7日、エルドアンはガジアンテップを訪問し、コバニ地区から逃れてきた難民たちに対して、伊豆侵攻を防ぐには空爆だけでは足りず、地上軍が必要との認識を示したが、トルコが 地上軍を派遣するかは明言しなかった。同日、トルコのクルド人が、トルコ政府に、コバニのクルド人勢力を支援することを求めでも、行い、警官やイスラム組織と衝突、リアルバクルなどで15人が死亡した。政府は外出禁止令を指揮対抗する。10月20日、トルコ政府は、コバニ防衛のために、イラクのクルド人部隊、ペシメルガが、自国領土内を通過することを認めた。 トルコ国内のクルド人の不満をそらし、PKK の勢力を伸ばさない苦肉の策とされている。これを受けて、約200人のペシメルガがトルコを経由して、コバニに援軍として向かった。2014年12月末、ユープグはコバニ南部の地区を自ら奪還し、町の6割強を掌握していた。二千十五年一月七日、ユープグが自ら市の館長街を奪還し、 コバニの街の8割以上を掌握した。1月26日、イズがコバニから撤退、ユープグは街を奪還したと宣言する。1月28日、ユープグがコバニの街の90%を掌握していると報道された。コバニ包囲戦は、イズ・クルド人、有志連合にとって重要な意味を持っていた。コバニは、トルコと国境を接しているため、イズがこの街を制圧すれば、 武器や兵士などをトルコからシリアへ入国させやすくなる。また、長大なトルコ国境を掌握すれば、シリア北東部のクルド勢力の反撃を大きく分断することができる。クルド人にとってはこの街が陥落することは、住民の虐殺が起きることを意味していた。また、コバには、クルド労働者等の英雄的指導者、アブドラオジャランの出身地シャンルールファの近くにあり、 PKK とその分派 PYD にとって絶対に譲れない地という認識が強い。PYD はこの戦いを女性解放闘争とも位置づけており、PYD が統治するハサカ県ではイズに対抗して法的な男女平等を実現する法令が制定された。クルド人はこの戦いを通じて団結したと言われている。PKK の軍司令官セミルバイクは巨大な脅威ではあったが、 同時に図らずも我々を団結させた。様々な違いを残り越えて、すべての来る時計が結集したと述べた。攻防戦の様子はテレビで、世界中の家庭に放送され、防衛拠点が一つ奪われるたびに、世界中が知ることになった。そのため、アメリカ合衆国国務長官、ジョン・ケリーが、小バニを救出しないことは、倫理上、非常に困難と宣言した。いズは、 神が勝利を与えると宣伝していたが、この戦いに敗北したことによって、組織の限界が露呈してしまった。コバニ包囲戦後、PYD とアメリカ軍の協力関係は継続し、PYD はアメリカ軍の空爆支援を受けながら、タルアブヤドなど、トルコ国境付近の伊豆守配置を次々と占領。2015年春には、コバニ地区はジャズイーラ地区とつながり、飛び地は解消された。 戦後、小バニの女子大学生で色番らが手作りで、ラジオ局を立ち上げ、ラジオ番組、おはよう小バニをスタートさせた。この様子は、映画監督ラベードスキーによって撮影され、映画、ラジオ小バニとして上映された。2015年6月、伊豆戦闘員が小バニを襲撃し、230名以上の民間人、79名の伊豆戦闘員、23名の PYD 戦闘員が死亡したイスラム法に基づく国家の創設を主張するイズから攻撃を受けたことでコバニ市民の中にはイスラム教への不信感が広まった。敬験なイスラム教徒の間でもスカーフ強制に対する反発が報道されている。この結果多くのムスリムが無信論者や不価値論者になった。また以前のシリアでは改収が法的、社会的に規制されており、 家族や社会から追放されてしまうこともあったが、コバニ包囲戦後は、そのような風潮は弱まった。そのためイスラム教からキリスト教への改修が相次ぎ、2018年9月には、コバニでは数十年ぶりにキリスト教会が新設された。同じくクルド人が多数を占めるアフリーンでも似た傾向にあるという、ありがとうございます。